さあ第2クォーター始まりました。富山のオフェンスです。水戸、マブンガ、そして橋本、スリーポイント決まります。いいですね、見せています。本当にこのサイズがありながら、この柔らかいショットタッチ、その情報です。マブンガにつなぎました。さあ外フリーになりました。橋本、これは決めてきます。構図になっている富山、ここもしっかりボールを回します。そしていいショットになりました。連続できました。いやー、ここも冷静に冷静に何度もボールを動かしながら、そして最後情報、岡田、橋本とリズムよくボールをつないで、ここも外です。ディフェンスを剥がしながらのショット、ここも決めた。さあそしてオープン、橋本、ゴーションオンファイヤーですね。はい、まあ、あの今シーズンは杉浦なんとか中に切り込んで、その後のリバウンドは富山が取ります。そしてマブンが一気に走る、橋本に託して、これはバスケットカウントになりました。いい、ね、ここは来ません。ただスティール、いや狙ってましたね、マブンガ選手見事。そして橋本インサイド抜けていく、バスケットカウントになりました。このあたりもディフェンス、また勢いあるディフェンス、後ろからそうですね、超えていますからね、活躍ですからね。シューター陣もそれますが、インサイドのマブンガに見事につなぎましたね。まずは一桁点差に富山としてはさせたくありませんが、ここもディフェンス何枚来ようともものともしません。ここに来ての連勝回路です。今日はこの橋本がまあ見事でした。いいですね。